この円盤に穴がたくさん開いてますけど、この裏側は全部こう爪が出てます。大根おろしのおろし金と同じです。ちょっとこちらに寄ってあげてください。ああ、はい、いいですか。はい、こんな爪が出てます。で、この爪がずっと回っていって、こちらにこう弁を弾いていく、ね、こんな構造です。で、ここでこううまくこう引っかからないと音にならないもんですから、円盤をいつでも反らして使う。反ってれば必ず下に沈み込みますから、弁と爪がこうきちっと噛み合って、弾くことができるわけですね。あとはキャビネットの共鳴音だけ、スピーカーもなければ電気もありません。全然ありません、で、ゼンマイ仕掛けだけで動いているというのが中身でございます。じゃあ、あちらにこの大きなものがあります。はい、どうぞこちらへ。これは1910年、アメリカのレジーナが作りました。オルゴールのオートチェンジャーです。中に12枚の円盤が入ってます。そこからこう1枚を引っ張り上げて、ここで回転しながら演奏します。円盤のこのサイズが世界で一番大きい70センチです。じゃあ聞いてください。全てゼンマイ仕掛けです。電気は一切使っておりません。入れた曲は今もうこの時期は過ぎちゃいましたけど、時期外れですが、スプリングソング春の歌、聞いてください。衰退して、とうとう
生産もなくなってしまいました。うーん、じゃあこれね、せっかくビデオを撮ってるんだけど、これがもうねこれは非常に珍しい蓄音機です。犬のマークなんですね、ビクターですけど。